ございます。マツビーさんもありがとうございます。こんばんは。またハチがいます。じゃーん、こんばんは。一緒にお散歩も行きました。オイロンさんありがとうございます。こんばんは。久しぶりにハチ見た。昨日も登場してました。その前も。こんばんは。そう、桃のジュースっていうか、なんか桃の水みたいな。なんて言う、こうカロリーゼロなの。え、1分あとであたり105カロリーもあるの、これやばいじゃん。やばいね。105カロリーもあるらしい。え、なんでそんなに。甘いからそりゃそうだよね。オイドンさんありがとうございます。科学大佐さんもありがとうございます。 YSA さんもありがとうございます。そのそう、お水じゃないらしい。だから桃、天然水使用の桃ジュースってことかな。なんか桃の味するけど、がっつりじゃなくてうっすらって感じ。そう、がっつりじゃなくてうっすら桃水みたいな。そう、初見初めて見ました。だってありがとうございます。レイちゃんのゴルフスイング動画、あ、いつのだろう。最近上げてない。ゴルフの練習行かないとね。うっすら。ゴルフのいつなの。こんばんは。こんばんは。こんばんはの時間か。でもなんかまだ外あれ、あ、普通に明るいけどね。外全然明るいよね。まだ6時半とかだから。ね、日が伸びてますね。冬はね、もう5時、6時とか、6時半とかもう夜だけどね。5時ぐらい、5時半過ぎからもう暗くなるよね、冬は。ね、夏が来たって感じですよね、やっぱり。夏。夏が来た。カナティンさん、ありがとうございます。ね、夏が。来ちゃう。確かにもうお昼とかも暑いからさ、こう日傘を持ってかないといけなくて、日傘を買わないと。かわいいデザイン重視で、私は結構なんかデザインとあの日よけのやつが、まあ、それ2つ揃ってれば最高なんですけど。蚊に刺されたところ、蚊に刺されたとこはね、かゆいけど書かないようにしてます。我慢してる。でも普通にかゆい。今日も顔むくんでるんですよね。むくんでるっていうか太ったっぽい。
なんかね、むくんだ時ってさ、ちょっとさ髪がこうピチって当たるとさ、ずっとそこがジンジンみたいな、なんて言うんだろう、なんかずっとある感じが、なんか変な感触っていうか、なんて言うんだろうね、なんかこう肌をこう、なんて言うんだろう、肌にこう触れてるところがずっとじわーんってなんか痛いみたいな、なんて言うんだろうこれ。ショートさんありがとうございます。 B さんありがとうございます。寝てたらって、いや、なんか寝すぎてこうなる場合は私あんまりないんですけど、ね、寝れば寝るだけスッキリって感じなんですけど、普通に睡眠取ったんですけど、取って今日は普通に朝から活動してるんですけど、朝からずっとなんかむくんでる感じがする。あ、そうそう、皮膚が過敏になってるっていうのかな。ゆうきさんありがとうございます。最近寝れないのよね。なんか私もなんか昔っていうか、なんか最近は、なんか最近はめちゃめちゃ夜ね10回以上起きる。なんかパッと起きて3分ぐらい寝れなくなって、でまた寝て、でまたパッと起きてまた3分くらい寝れなくなってっていうのがなんか10回ぐらい続いて、そう、なんでだろう、なんでだろう、なんないんですけど、までずっと最近全然もうバラ、神奈川なんかね、ベッドミンの過去、私も寝てないんで、あれさ、の皮膚が敏感、気づいてる、あの、なんていうの、醤油っていうかタレみたいな、納豆のタレみたいなあれじゃないですか。そうそうそう、だからそれを納豆に入れて普通に何も味付けっていうか、納豆のその味があるからさ食べてみたんですけど、普通に美味しかったっていうか、普通になんか、なんて言うんだろう、なんかさ見てるだけだと、え、美味しいのかなって不安になったりしたりとか、なんか実際に食べてる人を見て、え、美味しいのみたいな、そうって思ったんですけど、意外に美味しかった、食べれる味でした。ライムさんありがとうございます。そう、なんか全然美味しくないとか苦手とかじゃなくて、全然ね美味しかった。あ、そう、卵も入れたらいいって言ってたんですけど、卵がちょうど冷蔵庫に入ってなくて、そう、美味しかった。マックスさんありがとうございます。キムチと納豆と豆腐を入れました。美味しかったです。納豆苦手？いや、全然苦手じゃないんですけど、あの、だってさ、納豆と豆腐はさ、まだわかるじゃん。でもなんかキムチと納豆っていけるかなと思ったんですけど、全然大丈夫でした。なんかあれ食べたい、肉詰め、ピーマンの肉詰め食べたい、肉詰めハンバーグ。そう、体にいいもん。そう、だからちょっと本気でダイエットしようと思って、昨日の夜にもう白ご飯をさようならしました。昨日の夜は食べて、今日の夜から白ご飯をさようならするっていうねプロジェクトを再開するんですけどそう、昨日の夜にもうさよなら式した。でもなんか我慢するのが一番良くないから、本当に食べたいっていう時は、あの、家族の誰かから一口白ご飯をもらったりしてます。もう絶対に食べるんじゃなくて、だんだんこうね少なく量をしていったりするのもいいと思います。とか、あとサラダチキン、タンパク質とか取った方がいいみたいで、サラダチキンとか、あとオイコスっていうヨーグルトかな、オイコスってあれ読むのかな、あのオイコスっていうのは、私いちご味が好きなんですけど、いちご味がいいですよ、美味しい。とかそれ以外にもブドウ、ブルーベリーブローみたいなあって美味しい。そう、なんかね水が抜かれてるので水分量が少ないんですよ、オイコスは、ヨーグルトの名前なんですけど、水分量が他のやつに比べて、あの、もうないっていうか、あの、水分がないので、あの、なんていうの、少ないので、チーズケーキみたいな雰囲気、感触的には。そうそう、あとお野菜もいい。でも野菜は
ドレッシングがさこう太るって言われるけど、私ドレッシングないと食べれなくて、そう垂れ垂れしてんじゃねえよ、最近食べてない、食べたい食べたいけど、あれね、あれなんかあれだよね、もう食べたら止まらないんです、一回一気に私あれ3袋ぐらい食べないと食べてる気しなくて、そうだからあれはあんま食べないようにしてます。そう、切磋琢磨さんありがとうございます。青じそ、そうでも私はねごまが好き、ごまがめちゃめちゃ好きです。キャベツ太郎は野菜、いやキャベツ太郎って野菜なの、あれなんか揚げてそうじゃない？そうね、ダイエットって難しいですよね。なんかね、今回ちゃんとできるかなって感じ。カルパスサラダ、そんなのあるんですか。私カルパスめちゃめちゃ好きで箱買いしますいつも箱買いして次の人がいなくなるすぐ、2日間ぐらいで食べ終わっちゃう。駄菓子美味しいよね。なんかさ駄菓子ってさ少ない量だから美味しいというのもあると思うんですよね。なんかさなんだっけあれ、なんかこんぐらいのやつになんかね3枚4枚ぐらい入ってんのかな、なんかポテチのめちゃめちゃ大きいバージョン、こんぐらいのおせんべいじゃないしけどスナック菓子っぽいやつで、なんかなんだっけあれ駄菓子なんですけど、なんだっけ、めっちゃ美味しいコンソメ味っぽいやつ、ポテトフライかな、ポテトフライかも、美味しいやつあれ。チャチャさんありがとうございます。そうあのサクサクしてるあれ美味しい、あれ食べたくなってきた。そうでもねちょっとね今は控えます。38、何円だろうあれ、わかんない、なんかスーパー私駄菓子屋さんって買ったことなくて、駄菓子屋さんがないんですよね、近くっていうか今あんまりない。そうベビースターラーメンも美味しいよね。そうなんかあんまり今なくて、駄菓子自体が、駄菓子屋行きたい、ハチのあくびが映ります。ハチは、あ、ハチがすごいすごい格好です、今お腹を見せてます。スーパーに駄菓子ね、そうね、スーパーの駄菓子コーナーかわいいよね、ちょっとレトロっぽいさ仕様にしてたりして、ハチがお腹見してますよ、皆さんくつろいでます。でも散歩行って疲れたんだろうね今日は。もうほぼね、ハチは毎日散歩行ってて幸せなワンちゃんですよ。お腹さすると喜び、めっちゃ喜ぶ。今私のね膝をね、膝にあの何あの顎を乗してます。うまい棒は何味が好み、何味だろう、コーンポタージュ好き、コーンポタージュ美味しい。コンポタ好き。駄菓子といえばあんこ玉、あんま私駄菓子さ知らないんだよね、あの定番系しか。そう駄菓子屋さんに行ったことないからね、どういうのがあるのか分かんない。ハチはチームエイトとかけて名付けた、いや全然違うんですよ。そうなんかねママが勝手にハチってつけてて、
なんか理由知らないんですけど、諸説はなんか一瞬聞いたことあるのは、あの中堅八高のように賢くなるように八ってつけたらしいっていうのもあれば、なんかいろいろなんか噂ある、噂あるってなんかいろいろ、なんでだろうね、普通に八ってしたかったんじゃない多分うまい棒でチーズ味あるの？あ、いた。また打っちゃった。これこっち危ないからね。こっちちょっと壁から離れてしまいます。ハチ公だと思います。やっぱそうだよね。私もハチ公と思って。ハチ賢いだって。でも賢い方だと思う。お手、お座り、お手、あ、お座り、伏せ。お手、おかわり、タッチまでできます。結構賢いよね、ハチね。こう見えて賢いんだよって。こんにちは、僕がハチです。あ、私か私です、私がハチですね。かわいいね。今日一緒に散歩行った仲なんですよ。どこ見てんの？そう、意外に賢いんですよね、ハチ。タン君はって、タン君賢い、猫に賢いってあるの？ハチって名前はお母さんがつけました、多分。本当にね、なんかよくわかんない。私がちょうど8の日かな、なんだろう、なんか私が東京でお仕事あった時にちょうどお母さんとお父さんも東京に来てて、でそれで私が1日オフの日かな、あ、1日オフ でその時に、その日にママとパパは家に帰るみたいな感じで、あ、じゃあ空港まで私が送っていくかってなって、空港までね、こう送っていって、でその時には遊んで東京に帰るってなったんですけど、もうめっちゃ昔、2年前とかだと思うんですけど、そうで、あのママが犬見に行きたいってなって、でたまたま犬見に行きたいって言って、行きたいこのペットショップがあるって言われて、そのペットショップ行った時にハチと出会って、ハチを飼って、ママとパパはね2人であの東京から鹿児島に帰って、で感じで、もう名前が、で私がハチに次会った時はもう1ヶ月後とか、もう結構ねスパンが空いた時だったんで、もう名前も決まってるし、結構家にも馴染んでて、私誰みたいな、逆にね、こっちが誰って感じだったんで、そう、そう、東京にその日に買って、その日にね一緒に帰ったんだよ、ハチは。可愛いんですよ。こんにちは。こんにちは。配信でこの子可愛いってなって初めて見に、嬉しい。あ、17ライブさんかな、もしかしてコンサートの時ですか。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。嬉しい。でもなんかさ、私思ったんですよ、なんか配信17ライブさんで可愛いってさ、こうなんか思ってくださった方がいらっしゃったとしても、なんか握手会とかがさ、なかなかないから、とか劇場公演とかがないから、可愛いってさ思ってくださってもさ、こう離れていっちゃわないかなってさ、こう不安に思ってたから、こうして来てくださる方すごく嬉しいです。ありがとうございます。飛行機にハチは乗って帰ったそうです、一緒に。そうです。17見てない？見てください。あのね、無料なんですよ。無料で全部、もう途中までしか見れないとかじゃなくて、
もう1回オーバーチャーから最後のはね、もうさようならってとこまで見れるので、ありがとうございましたってアンコール明けの、もうこのせーのせーのの最後まで見れるので、私たちがもうステージがこうバイバイするとこまでね全部見れるので、こんな機会本当にないと思うので、ぜひもう見てください。3公演、峯岸みなみさん卒業コンサートと AKB48 単独コンサートと、私たちのなんだろうじゃないや、チームエイト神奈川ツアーファイナルツアーもあるので、皆さん絶対見てください。もう私2回見ました。そう、お得ですよ。そう、絶対来てください。シングル発売の個別イベント、ぜひぜひ、お皆さん嬉しい、撮ってみたいと思ってるって、嬉しい、ありがとうございます。17ライブ配信全部見た。あー、さすがです。もうそれくらいの勢いで全部見てください。いや、まず一番はもう一番とか決められないんですけど、やっぱり見てほしいのは、私が出演しているのは、神奈川ツアーファイナルなので、そう見てほしいんですけど、もう全部見てほしい。全部ね、素敵。そう。なのでね、みんな絶対、一回は絶対見てほしいので、絶対に一回は絶対、絶対、絶対見てください。そう、無料なのでね、本当に無料ってすごくないですか。そう、だってコンサート行ったらさね、8000円くらいとかかかっちゃうので、それはね無料で、でも配信ですけど、でもね全然画質が悪いとかじゃなくて、画質もめちゃめちゃ良くて、そうなので皆さんぜひ見てください。そう、無料なのでね。そう、今週中1週間しか、今週の月曜日からアーカイブが開始して1週間しか見れないので、皆さん早めにね、でもまだ今日は火曜日なので、まだ水木金土とあるので、皆さん見てください。そうね、なんか現地で見てくださった方も、なんかちょっと遠くってさ、やっぱり表情とか見れないかったっていう方もいらっしゃると思うので、そういう場合もね、近くでこうアップとか、メンバー個人でこう抜かれてるところとかもあったりするので、ね、見てください。もうとにかく見てほしい。そうそう、見つけた瞬間からずっと目で追ってたから、ごめんねジュエルで出てきて湧きました。そう、ごめんねジュエルはめちゃめちゃメンバーさんが豪華で、なんか緊張したんですけど、楽しかった、楽しかったっていうかね、嬉しかったし楽しかったです。天国野郎、天国野郎はあれアリスなのかな、なんだろう、あれはアリスメイドさんなのかな、の服を着てバックダンサーさせていただいたんですけど、そう、でもね、バックダンサーの衣装めちゃめちゃ面白かった。ハマさんはね、何交通規制のさ、こういうなんか今どうぞみたいな言う方の服着ていらっしゃる、あれめちゃめちゃ本物っぽくて、本物なのかな、あれなんか光るやつもさ、触らせてもらったって言ってあれですけど、光るやつをね、こうね、すごいですねみたいになって、みんなでこう触ったんですけど、硬かったっけ忘れたんですけど、本物だと思いました。そう、交通指導員そうそう、工事現場とかでよくね、道路にこう立ってる方とか、パン屋さんとかもいたりとかね、チャイナ服の人もいたりね、もう人それぞれ、旅館のおかみさんとかもいたりそれぞれね、メンバーがコスプレみたいな。ブケニャンさん、ありがとうございます。そう、ハッツさんカツラかぶってましたかぶってましたよね。でもあれめっちゃ、私もやってみたい、天国野郎いつか
確かにひなこさん幼稚園児っぽかった。でもみんなそれぞれぴったりじゃなかったですか。リンリンさんはポリス、あ、もうぽいって感じ。七瀬さんはナース、あ、ぽいって感じ。スタイルがいいからみんなぽいって感じでした。そう、ハチが寝てる。なんかめちゃめちゃきつい。何？めちゃめちゃきつい姿勢で。天国野郎は一度は通る道だね。どういうこと？一度は通る道、一度は通る道は何なんだろうね、みんな。なんだろう、絶対。今まで一番コンサートで多かったユニットなんだろう、なんだろう、あれとかかな、あのなんだっけ、そんなこと絶対にないみたいな、なんだっけあれ、なんだっけ、私もやったことある、あのパン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 、振りしか分かんないかな、この振りで分かる人いるかな。あ、ハート型ウイルス多くない？ハート型ウイルスなんか多いイメージ。ハート型ウイルスもういいよね。ハート型ウイルス多くない？どうだろう、なんだろう、何がコンサートで今までコンサートしてきた中で披露したユニット何が一番多いんだろうね、気になる。カナティンさんありがとうございます。初見の方ありがとうございます。ヒュートーンでもやったよね。え、ハート型ウイルスやりましたっけ。ハート型ウイルスやりましたっけ、ヒュートーンで。え、そうやったっけ。え、3人でユニットなくない？ 2221 じゃなかったっけ。カイザーライオンさんありがとうございます。徳島だっけ、あ、広島で私したかもしれない、ハート型ウイルス。ね、なんだろう、でも私意外に王道系やってないかもしれない。でもね、ツアー自体に私さ、あの途中加入なので、私福岡から参加したんですけど、そうだからね、そんなにね、他のメンバーさんに比べてこう、なんだろう、出演したあれがね少ないので、でなんですけど、天使の尻尾、あー、でも天使の尻尾意外にしてなさそうじゃない？どうなんだろう。私が出たツアーではやってるの見たことない。天使の尻尾さ、人気だね。ファンの人が好きそうって感じの衣装が可愛いもんね、あれは。カンカンカンカカカンカカカンカカカン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 、死ぬまでかなって。ショートさんありがとうございます。重力シンパシー、あー、確かに重力シンパシー、確かにね、なんだろうね、ツアーで一番やってる、絶対47は多いじゃん。だって毎回絶対するじゃん。だからさ、47回したってことじゃん、ツアーで。次は何だろう。8曲とかかな。夢へのルートも絶対入るよね。ウィンブルドンはね、あれでありましたよ。福岡ツアーで、そういうのは誰？な、楽屋で面白いっていうのはヒュートン特に決まってなくて。ヒュートーンでこうコンサートとかイベントとかするときに楽屋にみんなでこう入ってみんなで話すって感じですね。
メンバー増やす予定は今は多分全くないと思います。なんかこうなんかさ、たくさんこうね増やしたりさ、こうさするっていう考えもいいと思うけど、私はね、ヒュートン大好きなので、そうそう、なんで増やす、そうね、まあそう言ったらあれかもしれないけど、そうです、6月11日出演します、楽しみ。ヒュートーンが一番うるさそうヒュートーンが多分一番若いので、ユニットの中で、あの残ったユニットの中一番若くて、多分っていうか絶対若くて、平均年齢も多分一番低いんじゃないかなと思ってて、そう、行きますだって、やったー、楽しみにしてます、会えるの、ぜひ皆さん楽しみですね。おいどんさんありがとうございます。そうです、ランディさんのね卒業イベント、セレモニーっていうの言えばいいのかな、そうあるので、一番年上を、でもね全然年齢感じないんですよ、ヒュートンでいると。一番上は今は服部優奈さんかな、でも全然一番上でも二十歳ですよ、全然若いです。そうということで、今日はこんな感じで楽しい感じで終わりたいと思います。じゃーん、ハチがね早く終わってご飯食べようって言ってるのでゆきたんさんありがとうございます。じゃあ、おー間違った、100位から読みたいと思います。このさ、ランキングに行くまで私下手くそなんですよ。100位ヌーノーさんありがとうございます。88位はライチさんありがとうございます。48位は BPM188 さんありがとうございます。47位ゲンゴロさんありがとうございます。13位ドリームパスポートさんありがとうございます。12位ケンジさんありがとうございます。11位大輔さんありがとうございます。10位セッキーさんありがとうございます。9位切磋琢磨さんありがとうございます。8位オイロンさんありがとうございます。7位 YSA73 さんありがとうございます。6位ブケニャンさんありがとうございます。5位カナティンさんありがとうございます。4位ライムさんありがとうございます。3位ウホウホホさんありがとうございます。2位マックスさんありがとうございます。1位はカークダイスさんです、ありがとうございます。それでは今日もね、皆さんありがとうございました、楽しかったです。じゃあ皆さん、明日は水曜日ですね、もう1週間早いですね。はい、ありがとうございます。はい、だって、はい、ありがとうございました。あ、スクショタイム、スクショタイムします。はい、ハチがなんかお腹鳴ってる。はい。どこ見てる、なんか仲悪いみたいなハチするんですよ。終わったらめっちゃそこら辺走り回るのに、なんかショールームに私が出した途端、なんか、やめてよみたいなしてくるんですよ。ハッチと背中せ、ありがとうございました、ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いしましょう。ありがとうございました、楽しかったです。